일단 메인을 좀 진행을 하든 뭘 하든 해야 될것 같다. 할머니도 안 보이고. 아무니 60, 70레벨 가지고는 택도 없다는데. 설마 90레벨까지? 좋아, 일단 토키 형한테 한번 들렀다가 메인도 좀 진행해보죠. 일단 스토리 엔딩을 보든가 해야 뭐가 더될것 같으니까. 아직 9장이니까요. 네. 좀더 진행해보지, 뭐. 검색해보세요. 자, 토키 형, 기술 내놔. 빨리. 급해. 뭐지, 나 토키 형하고 그거 안 했는데. 아직 그거 다못 배웠어. 왜 그래? 마치 다 가르쳐 준 것처럼. 왜 그러셔? 마치 뭔가를 다 가르쳐준 듯 하지만. 자, 연속 비공. 아이야. 아, 아이야. 토끼 형꼭 그래야겠어? 자, 극이 계세요. 그래, 토끼 형. 토끼. 아, 휘주가 하나 모자라가지고. 저스트 비공. 지구의 찰나. 근데 어차피 사조성이 점등해야 되잖아. 그러면 딸피일 텐데. 천하무적 야구단 같은 네이밍 센스죠.
어딨어, 이씨. 토끼 형. 그래, 토끼 형도 오래오래 살아가지고, 어? 결혼도 하고, 자식도 많이 낳고, 야구단 하나 차려야지. 자, 아, 휘주 하나만 더 있으면 되는데. 뭐, 그건 정황상 쉽지 않을 것 같고. 자, 일단 스토리 진행을 해봅시다. 항상 피곤하지만 오늘따라 더 피곤하군. 아이, 헤이. 뭘 어때요? 그냥 그러려니 하는 거지. 등록이 돼 있으면요, 유튜브에. 게임사에서만 등록을 하는 게 아니라, 관련 음반사, 저 음원 갖고 있는 제작사, 누구든 등록을 할수 있으니까요. 아니, 아 그래 뭐 라우가 노려보면은 나가타도 쫄긴 하겠다마는 뭐 그럴 수 있지. 일단 스토리 엔딩 보고 마무리를 짓던가 해야 되나. 뭐야, 뮤직이가, 너 뮤직이 너 원래 없었잖아. 갑자기 생겨났어, 뮤직이. 이런 뮤직이. 어허. 이런 뮤직이를 봤나. 뭐한 두세 장 남았겠죠? 갑자기 직업이 생겼어. 여기 한번 정리를 했더니.
알았어. 잠깐, 왠지 혼자 또 이제, 자그레랑 떨어지고 나니까 갑자기 마을로 돌아가서 사이드 퀘스트가 진행 가능한지 확인해보고 싶어지잖아. 드디어 더러운 혹이 떨어져 나갔거든. 어디로 가야 되냐? 왠지 지금이라면. 이런 진짜 기회였는데. 역시 자그레야. 못 죽어도 이 게임 히로인이다 이건가. ケン王様、このスフィアシティでこれから起きることをご存知なのですね。ナダイから全て手紙で知らせを受けておる。やはりそうでしたか。貴様、あの奇跡の間の寝台が何かを分かっておるか。ええ、核ミサイルの起動装置ではないかと。そうだ。 あの部屋の中央にある寝台に人が横たわり眠りにつくと、スフィアシティの扉は閉まる。扉の横の砂時計、砲台にエネルギーが充填されるまで残り時間を示しておる。つまり、あの砂が全て落ちた時、このドームは完全に開き、発射の準備が整うと。眠る者が目覚め、 寝台から背を離したその時、世界は再び核の炎に包まれる。何？ユリア様が起き上がった時、全てのミサイルが発射されてしまうということですね。ユリアの傷が癒え、目覚めるまでの間にこの扉を開け、奇跡の間から連れ出すつもりだった。だがナダイ亡き今、 もう扉は開かれぬ。ナダイは扉を開けられるのか。かつてこの軍事施設を発見し閉ざされていた扉を開けたのはナダイだった。 팔뚝 발톱이죠. 신시로도 참 비정상적인 팔뚝인데 더 비정상적인 팔뚝이다. 세상이 안 덥나? 겐호사마, 아레와. 솔직히 저런 거 입고 ここが 다니면. 扉のようです、剣王様。ここはヨルフス해가지고겁나おそら더울텐く軍事施設、旧時代の遺物のようだな。특히저투구。そのようですな。まだこんなものが残っていようとは。しかしその遺物もうまく使えば、新時代を切り開くこともできましょう。壁の向こうには水が湧き出ております。この資源を使えば、ここにあなたの居城を築くことも可能。ふん、我が波動の礎になるために待っておったか。ならばまずこの扉を開けねばなるまい。北斗総将派。我が奥義、総将派を跳ねのけるか。剣王様。
아니 아무리 군법 세다지만 사람 상대로 하는 군법의 군법인데. 와가 켄 메토 케이켄노 고쿠이와 토키오 카미나리니 헨카사세 조후쿠시 아야츠루 코토니 아리마스. この旧世界の危機の仕組みも我が剣によって乱せるかもしれません。あれ、もやダダインのピカチュウやったな。おー、ダダイン。でも、ラウがジウやったな。見事だ、ダダイン。どうやら地下から水を汲み上げているようです。しかもその原動力である電気もここで作られている。ならばその電力はどこへ。剣王様、あの塔へ行くぞ。ナダイ、ナダイ。ん？剣王様、これはメニュアル여기적어놨구만。お待ちください。ここに伏せし者、あらゆる傷が癒され、無垢なる肉体へと帰り、その清らかなる身をもって新たなる世界の기왕써놓을거면은영어로써놓지。新たなる神が目覚めし時、神の殻は破れ、天空に新世界を告げる槍が解き放たれ。これは核ミサイルの起爆装置だ。なんだと？なんだと？よいか、ナダイユ。ウヌはこの水と電力を使い町を築け、その町の統治者となってこの施設の正体を隠せ。では剣王様は。我が波動にこのような異物は不要。ナダイユ、必ずやこの施設を守り抜け。필요없다면서。剣王様。뭐그럴수있지。근데왜필요없다고했을까굳이。昔、父とそのようなことが。ラオウ、なぜお前がユリアを助ける。お前はユリアが欲しいのか。だがお前が世界を滅ぼすような危険を犯すとは思えん。答えろ、ラオウ。なぜそこまでユリアにこだわる。お前はユリアを一人の女だと思っているかもしれんが、ユリアには隠された真の価値がある。ん？何？どういうことだ。貴様は知っておるか、ナント政権に語り継がれる究極の奥義を。究極の奥義。ナント政権百八派、その頂点ともいえる奥義。그놈의야남두。その奥義の威力たるや天をも引き裂くと聞く。あれ、얘는북두신권있으면됐지。我が波動のためこの世のすべての剣を知り滅ぼす。それが剣王を名乗る我が野望であり本懐。だが、その奥義を体得するにはナント政権直系の血筋、ナント最後の章が必要だと。俺はその章を探し続け、やがてたどり着いた。ナント最後の章、そう
それがユリアだ。뭐야원작에도이래나니유리아가뭔소리지유엔이俺はユリアを生かした。ユリアはなんと究極。아근데북두신권은1인전승이라가지고한명만살아남는거잖아요뭐그래그럴수있지만나다이가오라는이조それも手には入らん。核ミサイルが発射される今、止める方法はただ一つ。ここからユリアの命を奪うのみ。야、그ユリ방탄이야。帝王様。邪魔をするな。ケンシロウ、ナダイは生きている。なんだと？아니키사나랑유리아가아니아니그에덴이그건건아닌데게임오리지널이란건알죠俺は何があってもユリアをあの場所から連れ出し共に生きる。貴様は。그리고너의패도는경찰에신고할거다라오그패도새끼유리아의ため니라오오마에오타우스오마에의야봉은ここまでだ思い当たるいい機会だ違いを見せてやろう二人ともおやめください。これは俺たち兄弟の問題。口出し無用だ。一人称승이라면서이긴사람은4명이넘고말이야。ここでは아물론켄시로가정식후계자긴한데아무튼뭐。そこで貴様との決着をつけて。선생님이그켄시로랑이사형제선생스승님이내가보기에는1인전승에서이제시대의흐름을깨놨고프랜차이즈화시키려다가실패한것같아 북두무술학원뭐이렇게해가지고프랜차이즈화시키려고했는데하필이면그때핵이터져가지고태권도처럼ふざけんな。그래가지고켄시로가가장약간뭐랄까성격이착하고프랜차이즈를총괄할수있을만큼총명해보이니까켄시로한테맡긴거지전승자는기억을잃게하는비공뭐그렇다네요역시프랜차이즈가최고야글쎄요뭐후속작이나올지안나올지모르겠는데어차피고낭편이이거일부가제일인기많잖아많았잖아요나머지는사실그냥뭐야얘또아 잠깐이거한50만원짜리아닌가알았어잘팔아먹을게내가땡큐아노그래괜찮다
死ぬ覚悟はできているようだな、ケンシロウ。覚悟するのはお前の方だ。그래라우널이기고불복시켜서토끼를맡아낼ほどに이호전원장으로삼겠어이끄소라우ケンシロウよ、貴様を倒し、この場所を北斗神拳終焉の地にしてくれるわ。어근데구장에서라우랑싸우면또누가나오는거지어자북두사형제권왕라우첫째그래당당히널이끼고경찰에신고하겠어아취야무던시타겐시로우케테맨날어차피질놈들이방심했대그렇지에이에이에테에테그렇지역시저스티비공이데미지넣는데는최고인것같아아차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 아이고맞아주세요오오예오오예오예오오린아니었으면뒤질뻔했다너무방심했다어어아자